神田川 J.E.T. ガールズは角川マーベラスエックファームによるメディアミックス作品。千ンカグラやバルキリードライブ、アッパーズを手掛けた高木健一郎がメインプロデューサーを務め、なるこ花春がキービジュアルやゲーム、テレビアニメのキャラクターゲンガーを務めるメディアミックスプロジェクトである。若干海面上昇した世界を舞台にジェットレースと呼ばれる二人一組で登場する。 水上レースマシン同士による攻撃ありの水上レースを主体とする。ジェットレースとは、ジェッターとシューターの二人一組で、ジェットマシンと呼ばれる変形加速機構を備えた、水上オートバイに登場し、ジェッターはマシンの操作、シューターは水の容量分攻撃可能なウォーターガンで対戦相手やマシンに攻撃して、対戦相手の行動やマシンの性能を阻害するという。 レース形式のウォータースポーツで、この世界ではメジャースポーツとなっている。並木ンは伝説のジェッターである母親を持ち、ジェットレーサーになることを夢見る少女で、その夢を叶えるため、長崎県の五島列島から東京へやってきた。ジェットレースの聖地、浅草へやってきたその日、青井美佐と出会いパートナーになる。その後、ライバルである紫周辺かぐやと満腹黒丸に出会い、 ゼットレースで勝負することになる。二人はこれによって、絆を少しずつ深めていくことになる。2019年10月から2020年1月まで ATX 他にて放送された。ナレーションは、日高のりこ。ATX 以外の放送、配信に関しては、伏せ表現、演出を取り入れたものとなっている。プレイステーション4用ソフトとして2020年1月16日に、 マーベラスより発売されたが、スティーム版では2020年8月26日に配信予定。パッケージ版の初回ロット分は、テレビ未放送の OVA を収録した BD やアニメ、およびゲームで使用したサントラ CD3 枚組や、ブックレット等が同梱される。コラボとして、センランカグラのキャラクターも、プレイアブルで登場する。本作の設定通り、 シューターによる攻撃やブーストによる一時的な加速、障害物やジャンプ台によるショートカット、加速が盛り込まれている。また、プレイヤーのキャラメイクが可能になっており、ゲーム本編やミニゲームで得られるポイントを使用して、衣装やアクセサリーなどを購入することができる。並木林役の篠原優と、青井美佐役の小原理子による、ウェブラジオ、神田川 JET ガールズ。 リンとミサの JET ラジオが2019年10月14日から2020年1月20日までの全7回を音泉にて各週配信ありがとうございます。